今日は菅餅像通りの縁日にやってきました。大変なにぎわいですね。ん？気づきました？実は今私が身につけているのはこちらのお店で売られている商品なんです。かわいいでしょ。看板にはハートの木と書かれていますね。それではこのハートの木について担当者にお話を聞いてみましょう。こちらはアクセサリー屋さんのようですが、一体どのようなお店なのでしょうか。はい、こんにちは。一言で言いますと、障害者が丹精込めた手作りの作品を販売しているお店です。ハートの木とは、区内12の障害者福祉施設事業所が障害者の収入アップや社会参加の促進を目指して協力し合いながら活動するチームの名称です。また自主製作品の販売や普及活動を行うためのオリジナルブランドとしての総称なんです。今日こちらに取り揃えている、ビーズのアクセサリーや革細工、編み物はじめ、その他陶芸や手作りパンなど様々な商品を製作販売しています。こうした販売活動は収入を得る手段となるだけでなく、障害者が施設の外でお客様とのコミュニケーションを取る大切な機会にもなっています。今日はこちらの菅餅像通りの縁日ということで販売されていますが、その他に販売している場所はありますか。はい、区役所の本庁舎ロビーで月2回販売しています。ハートの木本庁舎ロビー店として1日に2つから3つの事業所が日替わりでよりすぐりの商品を販売しています。東池袋のカフェふれあいと駒込のベーカリーカフェアウルではアンテナショップとしていくつかの施設の商品を販売しています。でそこではですね、美味しい飲み物や軽食などもご用意しておりますので、ゆったりした雰囲気の中でお買い物を楽しんでいただくことができます。その他ハートの木参加施設でも直接施設のオリジナル商品を購入することができます。またイベントの景品などの注文もご相談に応じて承っております。施設のオープン時間などの詳細はハートの木のリーフレットやブログをご覧いただくか、各施設へ直接お問い合わせください。最後に区民の皆さんへのお知らせなどありましたらお願いします。ハートの木のブログでは商品や各施設の紹介記事、販売イベントのスケジュールなどを掲載しています。ぜひチェックしてみてください。またハートの木本庁舎ロビー店の日程については豊島区ホームページのイベントカレンダーをご覧ください。リーフレットでもチェックしていただけます。こうした商品の販売は障害者の収入アップにつながることになります。また良いものだから売りたい、そんな考えを持って販売しています。真心のこもった様々な手作り品は温かい気持ちになれるものばかりです。皆さんもぜひ一度手に取ってご覧ください。気楽にお立ち寄りください。施設やアンテナショップ巡りをして自分のお気に入りの商品を探すのも楽しそうですね。私も今日このアクセサリーを身につけてみてちょっと心が温まりました。